今回は、ももちゃんとあかねちゃんの本 1. 小さいももちゃんを紹介します。1964年に第1巻が発売されてから第6巻で完結するまで。 ほぼ30年を要した「ももちゃんとあかねちゃん」の本シリーズその第1巻となる本書ではももちゃんが生まれた日から3歳までが描かれる働きながら懸命に子供を育てるママの姿には著者自身の姿が反映されている初めて喋った日のことお嫁さんのマネをしたこと うそうになって注射を打ったこと日々のエピソードが丹念に積み重ねられ一人の女の子が読者の前にだんだんと浮かび上がってくるその何気ないエピソードに独特の味付けがしてあるのが楽しいももちゃんが生まれた日ほんのお祝いのしるしにカレーを食べてもらおうとじゃがいもや人参が駆けつける場面ママがミシンで たったあと30枚ものパンツを縫う場面。帰りが遅いママのことを起こったももちゃんが口をきかずに夜みちを歩く場面。身につまされたり涙ぐんだり笑ったり読みてそれぞれが一番心を揺さぶられるお気に入りの場面がきっとあるはずももちゃんの大事な相棒。 黒猫のプーもこのお話になくてはならない存在本書に続く第2巻ではあかねちゃんという妹が生まれももちゃんもお姉さんにさらにまきが進むにつれ離婚や死を扱う機会も出てくるが著者はごまかしたり逃げたりせずに効果的に比喩を用いながらきちんと語っていく子どもへの真摯な姿勢が感じられる名作成長に合わせて 読んでであげたい日本児童文学の古典です。柔らかい語り口でありながらももちゃんという一人の女の子の経験する日常が見事に描かれているそうそうそういえば本当に小さな子供にとってはなんということのない日常なんて存在しないんだ何もかもが冒険だったんだ とハッとさせられるのは筆者の観察眼の鋭さのゆえだろう離婚を経験しシングルマザーとして子供を育てた筆者はこんな特殊な家庭の話を書いて普通のご家庭のお子さんに受け入れられるのかしらという不安を抱いていたとかつてどこかで読んだ記憶があるけれど彼女の一連の「桃ちゃん」シリーズに登場する子供たちは決して。 特殊な子どもなどではなく愛情あふれる目で注意深く観察された等身の生き生きとした子どもたちなのであるユーモアと愛情がたっぷりと注ぎ込まれた一冊以上興味のある方は実際の商品をアマゾンなどでご確認ください今回は最後までお付き合いありがとうございましたよかったらチャンネル登録をお願いいたします